10月18日ということでございますけども。いやー、しかし、あれですね、眠たいですね。これ何ですか？ほんまに、僕昨日の夜ぐらいからずっと眠たいんですけど。おかしいんですよね。むっちゃ眠たい時ありますよね。だから、欲してるからですよ、体が。ちょっと睡眠させてくれっていう。ああ、そういうことなんですかいね。や。いや、もうだから今日も何本か仕事してここ来ましたけど、ずっと眠かったんでね。もうなんかほぼ何喋ったかも覚えてないですし。ほんまに。それのオンエア見たところで、なんやこれって思うでしょうけどね。いや、ほんまになんすかね。季節の変わり目みたいなこともあるんですかね。いやー、びっくりするぐらい眠い日です、今日。だスバラジ始めて、今まで一番ぐらいに今眠たいですね。はあ、それだけ逆に言うと逆に気許してるというかすごい、ああ、ええ感じっていう、そい。ああ、そういうとこもあるかもしれないですね。やっぱスバラジやから余計眠いみたいなね。ちょっとその、仕事現場における一番こう実家寄り的なその感じは出てしまってるのかもしれないですよね。まあそういった意味ではまあ本当にいいことではあるんでしょうけど、ねえ。だからね、テレビの収録とかが一番眠いですね、いつも。またね、その楽屋がね、は楽屋で休みはいいのに、い。楽屋が一番うるさいみたいなとこがあるんです。これ関ジャニあるあるですけど、楽屋が一番面白いっていう それがあるんですよね。で、楽屋で一番疲れてしまうっていう。関ジャニの悪いとこです、これ。いやいや、でも芸人さんでもよく言います。十何年やってて売れてない人って、そういう人多いです。楽屋めちゃ楽めちゃ屋面が白い。面白い。それの典型的な例が、丸山って言うんですね。で、本番で上がって何もいいとこ出ないっていうね いやー、ま、楽屋ではもうみんなめちゃめちゃおもろいんですけどね。まあでもテレビで使えるようなことは楽屋ではやらないですからね。まあそういうとこもあるんでしょうけどね。いや、でもまあまあでもそういうなんか楽屋でのこう空気感っていうのがね、いいところでもあるんです。スタッフ含めてこう、もうキャ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 言うてますから。楽しくて一番いいですよいや、ね。楽しいことはもう間違いないんですけど、だからね、一番辛いのは、ライブのツアー中の楽屋とかね。やっぱ、もう同じようにこう、同じような感キャじ。ッキャ鳴るんですけど、でもこう、あんまりこう、騒いでも、だから、めっちゃ笑いたいけど、いつも我慢してる自分がいるんです。あまり喉を使いたくないみたいな。おお、プロ。いや、そうなんですよ。これからいっぱい歌わなあかんから、あんまり、めっちゃ笑いたいけど、すごい突っ込みたい曲いっぱいあるけど、ぐっとこらえてる自分がいて、すごい機嫌悪い風に見られてないかなとかって思いながら過ごしている楽屋。ちょっと大変じゃないですちょっとか。大変なんですよ。いやー、いろいろありますよね、でもね。まあ時期にもよりますけど、結構最近なんかはもう全員で楽屋にいる時って結構もう決まってきてますから。ほうほう。ここでもいろいろやってたりしてる中、何日かぶりに全員の仕事やってなったら、心なしか全員嬉しそうっていうね。なんすかね、あの感じはね。いやー、いいじゃないですまか。あまあいいことなんですけどね。あと、何でしょうか。村上と横山と、僕と3人で番組やってたりするんですけど、その3人の楽屋はもう、それはそれで面白いですよ。全く誰も喋らないっていうね。逆に 面白いですよ、あの空気感も。なんすかね？それ全然気まずくないんですよ。もう家族じゃないですか。なんかもうその、老夫婦みたいな。熟年、熟熟年。年。いや、もう本当に、喋らない。まあ喋らないってこともないですけど、そうなんですよね。ただそんな、お二人から、おあれですよ。僕、今年誕生日、プレお、ゼント二人からいただきましたよ。出ました。横山さん、村上さんからね。嬉しかったですけどね。全然、別々にもらったんですけ別ど。々に。横からは、去年の誕生日プレゼントが、バカラの招き猫。バカラの、おしおしゃゃれれな、なお A ガラ前。スの招き猫ですよ。いやいや、もう最高級じゃないですか。わあ、ありがとう言って、去年ですよ。
で、今年も、はい。誕生日プレゼントですって言って、あの、マネージャーさんが、預かってますってもらって。はい、で、嬉しくて開けたら、はい。バカラの箱なんです。お、あ、バカラ、また、あ、なんかこんなええの、もう申し訳ないなと思って、開けたら、招き猫なんです。ええよ、思って。嘘やん、思って。被ってきた、去年のこと忘れてるのか、なんなんやろ、思って。ちょっと暗かったんで、あの、車、夜車の中でもらったんで、はいはい、で、家帰って、あの、明るいところで見たら、はいはい、赤バージョンやったんです。すごいですよ。去年は普通のガラスの透明のやつで、赤い今年は。だから僕のところの玄関にこう、2体今。お、今。あの、クリアなやつと赤のと、二人、二つ色。おめでたいですね。めでたい感じで、ね、いや、嬉しいな、思って。村上さんからはね、あの、なんか、コップ。おあの、すっごい、山に住んでる、職人さんがいて、はい、たまにしか降りてこきはれへん人が、千人的な、おわすごいな。で、たまに売りに来るというコップを増えたんですよ。それ何でできてるんですか？なんかね、その、まあまあ、土ですか？ああいうのは。あの、ああ、陶芸。はい、そう。で、でもなんかね、薄いんですけど、すごい、なんか、丈夫そうな、なんかね、不思議な感じなんですけど、なんか、すごい嬉しかった、それも。いや、それくれて、なんか、お酒用、なんでもいけますよね。あの、紅茶とかコーヒーもあったかいのもいけるし。それは、あの、一つですか？なんかセットで。いや、それは、もう、一点物みたいな。おー、一点物くれて。はいはいはい。いや、嬉しいなぁと思ってね。そうなんです。どこで見つけるんですかね。いや、わからないです。すごい。顔広いから、多分その千人と友達だと思ったんですよ。まあ、顔広いですから、千人の友達いるんでしょうね。あ、すごい。いやいや、嬉しいんですけどね。ただ楽屋では会話がないっていう、ね、話ですけども。いや、でもね、ほんと嬉しいですよね。いやー、ね、でもまあ他のメンバーも、あの、メールくれましたね。みんな連絡おめでとうってね。あの、丸以外はね。くれましたけどね。本当に嬉しかったですけどね。意外とああいうとこ淡白なんですね、丸って。あ、そこはそうなんやっていうとこありますけどね、いやいや、まあまあ、そんなところで今週もタイトルコールいきましょう。